はい、えー、今日はですね、えー、ホンダ g b 3パン C ですね、はい一番新しい新しいの C です、はい、えー、の動画を撮りですねこちらあ、いつもお世話になっています、えー、ホンダドリーム埼玉中央さんまではい、えー、お邪魔いたしております、はいどうもありがとうございます。はい、えー、GB3 パンですね、えー、GB3 パンの C 型、スタンダード S、そして C と。 えー、クラシックの C ですね、えー、ということで、えー、モデルが出ていますでこのおー、まあ、オーセンティックなですね、えーまあ、レトロ系デザインのおバイクになるとですね、えー、大体最初にスタンダードモデルが出て次にスポーツモデルっぽいのが出てで、えー、原点回帰でクラシック路線になるというのがですね、えーまあ、昔からオートバイ二輪の世界の中ではあその進化系譜としては典型的な流れです。はいで じゃあどの辺がクラシックになったのかなっていうところなんですけども大体いいバイクをクラシックにするためのポイントっていうのはですねいくつかあるんですけれどもまずフェンダーこれフェンダーっていうんですけどフェンダーをこういう形にする、ね、長くする、ね、これがねこうぴょんってこう跳ねてるやつはね割とこうモダンテイストなんですよ。意味わかんんなないいと思ううでででしょでもそうなんですはい こうクルンとしているやつが昔っぽい感じなんですねで、えー、ここにねアームがあって支えている感じ本当はははこれれなくても強度的にに支えられる設計にはできるんですですもこれがあるからこそレトロな感じになるっていうですねでもう一つのポイントというのは、まあ、まあリアフェンダーもそうだしフロントフェンダーもそうですねこれもちょっとこうクルンとしてね でこのアームで支えている感じですね。これがまああのクラシックな感じ。まず第一ポイント。次ですね。次このマフラーがまっすぐ出てることですね。はい。このマフラーがこう斜めにピョンとかなしたりとか、おラッパ型になってたりとか、ヒートガードでこうちょっと穴が開いてるやつが付いてたりとかですね。するとちょっとまたモダンになっちゃうんですね。こうまっすぐ後ろにピュッとこう出てて、で。 これがまずポイントですこれキャブトンマフラーっていうんですけどキャブトンっていうカム・アンド・バイ・トゥ・中島でしたっけね中村だっけねあの昔そこの大阪のですねメーカーさんが作ったものの略称がキャブトンというものなんですけど発祥日本らしいです、はい、これ本当なのかなでまあこう横出しのキャブトンにすると。 というのとあともう一つのポイントとしてはやっぱこのリアショックコイルスプリングがメッキで見えるようにすることこれが黒く塗装されてたりとかするとでですすね、ね。今風になっちゃうんです、ね、もう一つのポイントはこのヘッドライトケースがこれねこれ,こ,れこれヘッドライトケースと言いますヘッドライトリムと言いますヘッドライトレンズと言います。はい で中に入っているものがヘッドライトになるんですけどもでこの奥にあるのはリフレクターっていうんですけどもでこの外側がこうメッキデザインであるということ。でハンドルもこのアップハンドルなんですけども、まあ、そこまで変なアップハンドでもなくほんと言うとここのグリップがもうちょっと樽型してるといいんですけどこれも実はと、ね、このデザインミラーは丸。はいで タイヤサイズはバイアスタイヤですね。えー、バイアスタイヤの、えー、これ1九十八かななんですけどもバイアスになっていることがあまあ、クラシックの基本的なデザイン上の変化でありクラシックっぽく見えるポイントですね。まあ、このグラブバーとかこのシートがセパレートになったとかまあ、この辺もテイストとしては一変か,かっているんですけれどもあのシート 人がこのサドルシートっていうんですけどもサドルシートになったりこう、ね、セパレートになったりっていうのは正直その昔のバイクでもこうコブラシートみたいなまっすぐなやつっていうのはあったので、まあ、これ自体はそのクラシックなデザインに一役買うかどうかっていう部分についてはまあ人,人によるかなと僕は思います。はいね ただ、これは仕様的にどうなっているかわからないんですけども、ここにリアキャリアを設置したい要望というのはあるんですね、そういう時にタンデムシートを外して、ここをリアキャリアにするとかね、そういうデザイン上のこうカスタムというのは、ですね確かにこのデザインのオートバイだと存在するという雰囲気はあります。はい、で基本的に、まあ、ここのののののオートバイイももそううなんでですすけどもこのスタイルっていうのはですね昔のあの トライアウスのボンネビルとか昔のやつですよ今のじゃなくてとかあのノートンとかですねあの辺のデザインがある意味ある程度元になっていると思います、はい、であのあれホームページの方にですね出てるんですけど水色のああいうそのキャンディーカラーっぽいやつあると思うんですけどこういうですねシングルのローイングリッシュロースタイルのですねオートバイ が売れてくると必ずあの色出るんですよ。はいあのなんかちょっとなんか白混ぜたようなねああいうあの色必ず出るんです。はいであのホンダにしてはちょっと珍しいカラーかなとは思うんですけどもまあ、過去で言うとねあのエストレアとかね非常にこうあのカラー売れた思い出がまあると思うんですけどもやっぱりあれも昔のトライアンフとか。 ノートンとかのカラーデザインが元のイメージにこうなってんのかなと思います。ただだいぶ昔の話すぎるので、あれをが欲しかったからってあのカラーが欲しいっていう意味で出してるんじゃなくてですね、もうこの車両のデザインの雰囲気からするとあの水色とかのカラーパターンというのがあってしかるべきっていうですねそういうパターンなんですね。はい。で、あとあのまあサンパン C になって。 S, まあ、S でラジアルというようになったのがこのデザイン上のバイアスにするためにままたバイアスに戻っってているんでですすね、はい、でも値段は上がってます、はい、これはね、あのーまあ他の部分が、ね、かっこよくなったからっていうことで、えーまあ、納得してくださいということだと思うんですけれどもであとその僕最初に GB 見たときにそのカスタム結構はやんじゃないかなって思ったんですけど結果としては流行らなかったですね。 で私もあちこちで GB 乗ってる人に会うとその車両そのものにカスタムでお金をかけるよりは自分の服装とか、まあ、ヘルメットですね、えー、グローブとかそういうものをバイクに合わせていくっていう乗り方の方があ非常にその一般的というかですね、えーまあ、トータルとしてその方がこうかっこよく見えるっていう乗り方になってますね。 だからまあ今まあ車検もあるんでえカスタムをしていくっていう乗り方自体がねもももしししかかたらもうマイナーなのかもしれなのれいですね、はいまあ、私個人的にはやっぱここまでその寄せてくれたからどうせだったたらこの先行きたいですよね乗りづらくなることを覚悟でねこのフォークカバーを外してセパハンにしちゃうとか、はいね、でセパハンタルグリップにしてえカフェレーサー風にしてしまう。 っていいうのが面白いかなあのこれ以前のスタンダードとか S のモデルをカフェレーサー風にするとちょっと違ったんですね。あれはのテールとかがですねもっと短くカットしてあってですねどっちかっていうとシングルネイキッドスポーツに近いようなデザインでした。マフラーもピョンと上がってるんで でまあおそらくホンダもそういう形で、えー、まあ出しつつ乗車時のこうドシリとした感じっていうのをまあ表に出しておそらくね客層がどっちに動くかっていうのはちょっと読み切れてなかったんじゃないのかなと思いますはいで結局やっぱりそのクラシカルの方に振っていくあのラピイドネをかぶってとかあの要は服装そのものが割とこうヴィンテージ系の方に振っていくっていうパターンが多かったから。 ククラシックな方に振っったたモデルを出したっていうところだと思うのでやっぱね、あのー、カフェレーサーカスタムとかねああいう、まあ、カフェレーサーカスタムって言ってもさもうハンドルここからここに変えるだけでそんなにやることないのであとはあのー、多少乗りづらくなるんですけどそうすると全体のイメージがせっかくこう、あのー、GB の場合はこうフラットなので、えー、このハンドルが少しこう低くなるだけでかなりこう低い イメージになっていいんじゃないのかなって僕なんか思っちゃいますけどね。で、S.R. であのあったように、えー、まあヘッドライトとかね、マフラーとか、あのデザイン上交換したい部品っていうのはもうすでに出来上がっているので、まあ今更ながらですけど、セパハンカフェカスタムっていうのが、まあ、流行ってくれたら嬉しいなってところですね。で、できればこのカバー取りたくないから、このハンドルの形状を そのここのライザーのところですねから取り付けて低くしてこうセパハンっぽくする昔あったように例えばこのハンドルをまあ干渉するかもしれないですけど反対向きにしちゃうの、ね、これをクルッて反対向きにすると要はちょっと前から取ってもらっていいですかこういう位置になるのねこういう位置これ反対向きにすると昔よかったんですけど。 ね、それはかっこいいがダサいかは別としてそうするとこう全体のイメージがこうグッとこう低くなってなんかちょっと面白いんじゃないかなとか僕なんか思っちゃいますけどね、はいまあ、ノーマルで飽きてきたらっていうところだとは思いますがで今回その「サンパン C」が出てきたことによってですね大体の,そのホンダの路線っていうのがまあ分かってきたかなという気はしますで。デザイン上のこともさることながらなんですけども、まあ、基本的に戦略の主軸がこれインドなんですね。 で、三百五十って、インドのレギュレーションで、三百五十の他のです、ね、モデルとかも。他メーカーさんからいっぱい出てます。で、どうしてインドが中心になっていくかというと、インドのバイク人口ってすごく多いんですね。はい、日本の十倍ぐらいあるんです。で、ももたくさん動くし、バイク熱っていうのがすっごいあるっていうか、その熱い。 それだけでフェスみたいなのができちゃうぐらいなんですよ。だからある程度こうインドの好みにも寄せつつ、日本市場でも売り上げを狙っていくっていうですね。まあそういう意味がこのデザインには詰まっているのかなと思います。はい。ただやっぱりね C になって。 塗装とかデザインもそうなんですけどもあの非常にそのグレードアップしたなっていうイメージはあります、まあ、ただエンジンとかねあのそういうところっていうのは別に大きく変わってないし期待されていたように 500cc とか 650cc とは出なかったしで350が次250になるんじゃないかっていうのもなかったし。 まあ、通常このままの状態で 350cc 路線っていうのを、まあ、今後も続けていって、えー、デザインのバリエーションを持たしていく感じかなと思いましたでこれ今 C でさあの3型で出で揃ったんですけども、まあ、おそらくは、まあ、今後これがメインになって、えー、2年に1回ぐらい新しいカラーが出てっていう感じで出ていくんじゃないのかなと思います。塗装す、ね、すごくこういいですよあのなんていうか その初期モデルのスタンダードタイプのやつであの動画を見た人は分かると思うんですけども正直僕あの塗装に関してはマットがあんまりちょっと気に入らなくてあれが好きっていう人にはもう申し訳ないんですが個人の好みなんでコメント許してほしいんですけどもあのこういうちゃんとこうパールが入っている つや、ねえー、のある3層塗装みたいなね、えー、状態のものの方が、まあ、磨く楽しみもあるし、まあ、見ててくくくれもすごく良くてですご良いいいかなと思います、ね、こういうあの、まあ、プラスチックですけどあのこのレンズカウルとかレンズカバーとかもね、えー、だいぶこう見た目上は高級感が出てるしでこのグラブバーもこの塗装のつやの感じとかあとこういうその。 レー,ルレールっていうんですかねステーのレールのところもですね非常にこの塗装っていうのがねだからかなりそのデザイン上は何ていうんですかね、えー、クラシックな趣味の方にしっかりと振ってきたなっていう感じがします、はいね、正直そのスタンダードとスポーツ S と C 全部で比べてみると、まあ、僕これが一番いいかなと。 正直に思いま,す、ねはい、まあそのリアタイヤがバイアスになったっていうことに対してどう感じるかっていうのはまあ人それぞれかなとは思うんですけどもまあ最近高性能なバイアスもありますので,でやっぱね見た目のデザインのしっくりする感じで言うとその見比べて思うんですけどやっぱリアタイヤはバイアスの方がラジアルよりも全体的なデザインとしては良いです、はい、走行性能の部分を話し出すとまた変わっちゃうんですけど。 まあこの辺は見た目を重視して、ね、選ぶ1台だと思いますのであの性能がどうのというよりはねあのそういうバイアスタ対デザインがシュって落ち着いているという方が重要じゃないかなと思います。はい、というわけで、えー、これは今日の日付から明日ぐらいかな。 あの実際の発売にはなると思うんですけども、えーまあ、は乗らないです、これは展示車だから僕乗,らない乗れないんですけどもあの走りについては多分、S、とあんま変わら S とあんま変わらないとは思うんですけれどもあの非常にいい定評がやっぱありますね。 街中でも見かける機会が大変に多いのがジ GB3 版でございますのでもし迷っている人がいたらですねぜひこのホンダドリーム埼玉中央さんで来てみて触ってそしてサインしていただければいいんじゃないかなと思いますはい、ご視聴どうもありがとうございました